金曜ロードショーで先週ですね、未来の未来やったのでですね、ちょっとそれの映像を見ていただきたいと思います。未来の未来の公開直後、2018年の7月22日、岡田斗司夫はですね、未来の未来を、どう評価していたかですね、7分ぐらいの映像ですのでですね、ちょっと見てみてください。それではよろしくお願いします。噂通りですね、未来の未来っていうのは僕にとってあんまり映画館で見てるとき面白くなかったんですね。で、育児経験してない人が見てもとかですね、育児経験者が見ると面白いとかって言うんですけど、そんなこと全然ないんです。僕は育児経験者ですから、それで言うとあまりにエピソードとか表現がありきたりというか凡庸でですね、例えばその赤ちゃん帰り、下の子が生まれると上の子供が赤ちゃんっぽくなっちゃうとかですね、あと育児雑誌であんまり漫画連載しても持たないような話ばっかりなんですね父親の育児は実は役に立たないとかですね、そういうのがもう雑談レベルのやつが見てきてですね、しかしもう作画はめちゃくちゃいいんですよ。だからめっちゃええ声の人が普通のこと話してるの聞いてる感じっていうんですか、だからめっちゃええ声だから聞けるんですけど、聞いても聞いても普通の話しかしてくれないっていうのが、まあ見た時の感想だったんですね。だからすごいびっくりしたんですよ。細田アニメってもうちょっと何かあるような感じがしてたんですけど、どこにも新しさとかかっこよさがなかったんですけども、ただ見てからですね、半日ぐらい経って、ああこういうことかと思って、ちょっとやりたいこと分かってきたような気がするんで、この部分ネタバレになりますんでですね、これ細田版のですね、千と千尋の神隠しなんですよ。で、千と千尋の神隠しっていうのは、千尋って女の子が異世界に行っていろんな人のしがらみとか呪いとかを解除してあげる話なんですね。実は千と千尋の神隠しって主人公が呪いにかかったような体なんですけども、いろんなですね、呪いを他人のを解除してあげて、最後親の呪いも解除して帰っていくというような話なんですけど、ただ千尋がですね、その異世界に行く時はルールも何もないんですよ。とりあえず迷ってたらとりあえずついちゃったという、これが今回の生き方のルールに似てるんですけども、未来の未来というのはですね、この千と千尋の神隠しをですね、逆変換してるんですね。例えば異世界に行くのではなくて向こうの世界が来るとかですね、あと千と千尋では湯屋っていうすごい縦に長い建物を作ってるんですけど、それを個人住宅のですね、その斜めに階段がある住宅で高さの構造にしてるっていうふうな形でちょっと置き換えてます。で、何よりですね、未来の未来という話は家族という血縁関係、一族関係にある人たちが過去や未来から来てですね、で主人公の男の子と交流したり話し合うことによって、それぞれの人たちが呪いとかコンプレックスから解放されるという話なんですね。でそういうふうに見ると大変何が作りたかったのかというのが分かりやすい。例えばあの中に出てくるヒーヒーじいちゃんっていう、一番イケメンのやつがいるんですけども、これがオートバイ修理してるところにですね、あの主人公の男の子が実体化すると。で戦争で足を痛めたというコンプレックスがあるんですけどもですね、しかし主人公の小さい男の子をですね、馬とかですね、あとバイクに乗せることによってガーッと走ると、そうするとその男の子は自分のことをお父さんって言うんですね。でお父さんと言って、それは男の子の勘違いなんですけど、そう言われた時の絶妙な顔をすると。でこれ何かっていうと、そのお父さんと言ってもらえて、ようやっとですね、自分もやっぱこういうふうにお父さんと言ってほしいんだ、足が不自由だからもう自分は一生結婚できないんだっていうコンプレックスがあったのを、あ、俺本当は子供が欲しいんだ、じゃああの気になってる女の子に思い切ってプロポーズしようというふうなことでプロポーズするようになると。多分主人公が現れなければあそこで血筋が途絶えてたわけですね。あとはその主人公のお母さんのキャラクターがですね、本当は弟と仲良かったよっていうですね、説明するシーンがあるんですけど、仲良いシーンが全然ないんですね。ということは仲良かったと思いたかったというふうに解釈することもできて、で現にそのお母さんの家に行った時も弟が全然出てこないと。で多分そのもっと弟と思い切り遊びたかったっていうコンプレックスというか、この場合のコンプレックスは劣等感というのではなくて、いろんな思いがこうこんがらがってほどけなくなっているという心理学的な、もっつい型で今コンプレックスという言葉を使ってますけども、弟と思い切り遊びたかったというコンプレックスを解放してあげると。あと高校生になった自分自身も出てくるんですけども、それはですね、多分家出みたいなことを考えていて、駅にずっと座ってて電車が来たと。その時に自分がその電車に乗って、もうこんな家を出ていこう、こんな街を離れようとしてたのに、主人公が乗っちゃって、それで変な東京駅に行ってくれて自分探しをしてくれるから、高校生になった時の主人公はそんなことをしなくて済むっていうですね。星野源が声優をやってる父親だけはちょっと複雑なんですよ。その子供の頃自転車に乗れず
諦めることになってたんですけども、しかし大人になってから自分の息子が諦めずに自転車に乗るっていう頑張りを見てですね、過去の自分の悩み、自転車に乗れなかった、ダメだったんだっていう、あの辛さは意味があったんだと、今これ自分の息子を見ることで癒されてるんだというのを発見したというふうに気がつくという、いろんな出来事の交差点にこの主人公の男の子はいるんですね。でこういうふうに作ってると千と千尋の神隠しですよっていうのはバレないんですよ。バレないけど面白くないんですよね。いろいろ話したんですけどもですね、なんだろうな、バレなきゃいいって、細田さんの作り方がですね、なんと言えばいいんだろうな、まあまあそこそこ難しいことをやろうとしてるんですけども、エピソードが弱いんじゃないかなって思うんですね。だから多分それをもうちょっと素直にというか、まあ、こういう言い方も失礼ですけども、何が元ネタで実はどの作品に思い入れがあって、それに対して俺だったらこう作るんだっていう、さっき話したことなんですけど、それを言っちゃえばなんかもうちょっと良かったような気がするんですけどね。はい、見ていただきました未来の未来のですね、まず映画パッと見た時の感想をできるだけ早く言ったのが今のですねやつなんですね。もうまあはっきり言うなと言われながらですねまあこの頃の俺は怖いものがなかったというかですね、まあ、今もついさっきのエヴァの劇場版エヴァのね、あの新エヴァンゲリオンの劇場版の予告でですね、 Facebook 見たら、 Facebook ってやっぱもう直接の知り合いが多いんですよ。で直接の知り合いのエヴァの表を見たらですね、もうみんなめちゃくちゃ褒めてるんですよね。でもうなんかこの胃が苦しくてですね、俺はこんな風に褒めれないと思うから、もう Facebook ではですね沈黙をですね絶対守るようにしててですね、直の知り合いには聞かれないようにっていう風にしてるんですけどもですね、今回ですね YouTube ライブのですねコメントまで見れるんでですね、こう3つのコメントを見てるとですね、みんななかなか未来の未来に関して冷たくてですねああやっぱりなんかこの番組、僕のゼミを見るような人はみんなこう同じようなですね軽いサイコパス気味の人が多いのかなとですね、失礼ながら思ったりしています。ここにですね出ていたですね、あの巨大なロボットのおもちゃ、アメリカ製のですね巨大なリモコンで動くですねロボットだったんですけども、で次もですねもう一回その翌週にですね、これはなんかちょっとまあ見ることないよとか見に行かなくてもいいよとか、そこまで言うこともないなと、じゃあどの部分がその面白いのか、どの部分が評価できるのかということでもうちょっと話したですね映像があります。で次の映像ですね13分ありますのでですね、未来ちゃんのお家はお金持ちなんだよという話をですね、岡田斗司夫ゼミですね、去年の7月29日アニメ界夏の重大ニュースの回よりですね、13分間の映像をですねお届けしますので、それでは始めてください。割と金持ちの家庭が舞台なのでですね、あれをですね、あの細田監督の生活だと思っている人が割といるんですよね。でとんでもないと、細田監督程度のですねすいません収入ではあの生活は無理なんですよ。例えばですね、これネフ社のですねネフスピールっていう積み木です。中はですねこんな積み木なんですよ。カラフルでしょ。でこういうふうになってるんですよね。まあ、どんな組み合わせ方をしてもいけるっていう積み木なんですけども、こういう積み木です。でこのネフスピールがですね主人公のくんちゃんの家にあるんですけども、こいつですね実は一箱2万円するんですよ。積み木なのにですね、これが僕映画館で見てびっくりしたんですけど、あの主人公のくんちゃんって4歳児の家に平気でですねトミカとかプラレールと一緒に置いてあるんですよね。そういう家かというのが分かるんですよ。つまり世帯収入1000万でも多分無理なんですよ。でここにもう一つあるのがですね、同じくですねネフ社のキュブロってやつです。これはあのデパートとかで見たことある人思うんですけど、あの 溝とかが掘ってあって、まあ球がコロ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 転がるってやつで、まあ藤井聡太君っていうですね天才将棋指しがいますよね。あれが子供の頃遊んでたので有名になったというチーク玩具なんですけども、これなんかですねもう印刷もしてないんですよ。色もつけてない、本当に白木のですね塊なんですよね。ただめちゃくちゃ精密に作ってあると。でこれがですね一箱ですね3万5千円するんですよ。3万5千円して、これここに見たら分かる通りベーシックなんですよね。基本ができるだけで、僕これの拡張版と思ってるんですけども、楽しく遊ぼうと思ったらこのネフ社のやつですね、このベーシックとその上のやつともう一つと、あとこのカラーなですね色のついてる積み木がないとなかなかよいしょ楽しめないと、だいたいですね遊ぶのに10万ぐらいかかるんですよ。でくんちゃんの家の
おもちゃ箱に入ってるやつって僕映画館で見たらそんなのがですね、山のように出てくるんですね。ちょっと待てよと、これは世帯収入2000万を超えてないと無理だぞと思ったんですけどですね、じゃあそれがダメなのかっていうとですね、日本のアニメってそれまでですね、散々貧乏な家が舞台にしてたんですよ。宮崎さんのやつにしても高畑さんのやつにしても貧乏な家か、もしくは庶民の家が多かったのでですね、金持ちの家を舞台にするアニメってですね、珍しくて、だからこれは別に面白いなと思ったんですよね。今なんかコメントで父親が年寄じゃないって書いてあるんですけど、僕は自分の子供にもこんなのは買いません。これはディスカバリー号と同じくですね、自分のためにしか買いませんからですね。でトミカとかプラレールの他にこんなおもちゃをふんだんに与えられた4歳児のくんちゃんっていうのは実はかなり賢い子供なんですね。映画の中でも出てくるんですけどもですね。で未来の未来って賛否両論というのは今回のタイトルなんですけども、実はかなり戦略的に作られた作品です。内容の戦略性は前回千と千尋のあれはリメイクなんじゃないかというふうなことで話しました。でその続きはちょっと後で話しますけども、ここで語るのはマーケティング戦略です。マーケティング戦略で実は未来の未来って作られてるんですね。実は未来の未来ってですね、クレヨンしんちゃんの上位作品なんですよ。いわゆるクレヨンしんちゃんがコンビニだとすると、未来の未来っていうのは無印良品なんですね。子供が無邪気な感じで周りの大人を巻き込んでいるように見えて、実は周りの子供が癒されていったり、周りの大人のトラウマが解決していくっていうのは、実はクレヨンしんちゃんの劇場版にある構造で、それをですね上位変換して、いわゆるコンビニの商品から無印商品って高級化させたのが未来の未来なんですよ。だから狙い目はめちゃくちゃいいんですよね。安くて下品で子供はおバカですというクレヨンしんちゃんに対して、高級で知的なんですよね、未来の未来っていうのは。だから映像もですね、すごいなんか高級感が漂ってるし、くんちゃんもすごいわがままで嫌な子供に見えるんですけども、実は理屈はすごく通じてる。理屈すごく通じてるからやだやだっていうわけですね。理屈わかるからやだやだって言えるんですよ。普通の子供だったらあんな風に大人に説得されたら4歳児で何も分かんないだけですからですね。で4歳児のくんちゃんと5歳のしんのすけで、しんのすけを知的にした感じで、例えばそのしんのすけは自立してて親の言うこと聞かなくてどんどん行っちゃうんだけども、くんちゃんは甘えん坊でなかなか外に行かない、ずっとお母さんの近くにいると。でしんちゃんはおバカでエッチなんだけども、どちらかというとくんちゃんというのは知的であって恥ずかしがりであるという対照的な性格に作られてるんですね。で劇場版クレヨンしんちゃんと共通点で言うと、例えば猛烈大人帝国もあっぱれ戦国大合戦もそうなんですけども、無垢な存在としてのしんちゃんもしくはくんちゃんがですね、大人に対して救いを与えるという構造になってるんですよ。これは前回の千と千尋でも言ったんですけど、クレヨンしんちゃんと比較するともっと分かりやすいと思います。クレヨンしんちゃんの劇場版の中ではしんのすけは無邪気に振る舞って、その結果周囲の大人たち、断りに縛られて生きてる人たちも癒されたり、本来の居場所に戻っていくというような構造になってるんですけども、例えばその未来の未来に出てくるくんちゃんもですね、一番最初は飼い犬が人間化して、くんちゃんが生まれてきたおかげで、それまで家の中でずっと可愛がれてた犬の俺がその座から引きずり下ろされたと、次はお前の番だぜっていうところから、まあ、くんちゃんの不思議なことが始まるんですけど、それもですね、最終的にはその飼い犬が言いたかったことを言ってスッとするって構造になってるんですね。だからそれまで拗ねて生きていた飼い犬がもう一回家族の一員に戻ると。で次は妹になる未来ちゃんっていうのがですね、大きくなった高校生になって出てくるんですけども、あれもですね、好きな人ができてひな祭りの人形しまってくれないから、いつまでも自分が結婚できないかもっていうので未来からやってきたわけです。それをくんちゃんたちがですね、解決してあげることでですね、妹のコンプレックスというかな、どうにもならない思いっていうのも解決すると。常に実はくんちゃんっていうのはあの中でいやいやって暴れてるように見えて、周りの人間のですね、こだわりとかそういうのを溶かしてあげることをやってるんですね。母親は例えば弟と遊べなかった、ひいじいさんは戦争の障害で自分が結婚できないんじゃないかとかですね、あと未来の高校生の自分自身も出てくるんですけど、そいつはですね、自分探しの旅って分かりやすい家出の仕方しようとしたんですよ。でそれをくんちゃんが代わりに電車に乗って行ってしまうことで自分探しの旅というのは、ところが4歳児だから自分探しというのは分かんないので、東京駅で不思議な存在にあなたの存在を説明するものは何だみたいなことを聞かれて、それは私の家族みたいなことを言うとですね、なんか急につながっていくと。だから自分自身を探す旅っていうのを、高校生の自分の悩みもやっぱり今の自分が解決してあげる。で父親は父親でベストを尽くせなかったという後悔があったのが、くんちゃんが一生懸命自転車を乗ってることで過去の自分の
トラウマを今父親になったことで解決するというですね、なんかすごくうまく構造はできてるんですよ。この構造だけで言えば明らかに未来の未来は成功作なんですけども、ところがそれがうまく作動しないんですよね。でこの映画っていうのは普通の人が見て期待するのはくんちゃんの成長譚なんですよ。成長譚だけどそうじゃなくて、くんちゃんはただ単に触媒なんですよ。触媒であって、でその存在でですね、バラバラになりかけた家族っていうのが、一族がつながりを取り戻すというトリッキーな話なんですけども、前回も言った通りですね、エピソードが弱すぎてこの構造が分かりにくい。もう一つ分かりにくい理由があるんですけども、それは後半で話します。細田監督が狙った、細田監督っていうふうに言っちゃったら悪いかも分かんないですね、細田監督のいる陣営が狙ったのはですね、マーケットはドラえもんとかクレヨンしんちゃんであってジブリじゃないんですね。だからジブリを期待して見に行くと、なんかやっぱりね、かなり違うことになります。はい、というわけでですね、未来の未来の話でした。やっぱりね、未来の未来ってですね、金曜ロードショーで改めて見てもですね、もう本当に紙一重ですっごい面白くなりそうな作品だったのを、いろんな人の思惑を取り入れたのか、もうその辺の理由は分かんないんですけども、うまくアニメファンの心にあんま当たらなくなってる。じゃあその代わりファミリー層に向けて当たるようなものになってるのかっていうのに対しては、なんかもうちょっとファンタジー的な要素強くないとしんどかったんじゃないかなというふうに思いました。あとさっきのおもちゃの件でですね、岡田斗司夫も今度じゃあそんなブロック持ってるから年収2000万かと聞かれたんですけど、2000万なんかあるはずないじゃないですか。こんな商売でですね、僕はですねベーシックしか持ってないです。ベーシック買う時もさすがにね、これはどうかなというふうに思いまして、大切に大切に遊んでおります。ということでですね、以上で未来の未来のことはですね終わります。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。